はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長のボタシビズバープキット、高木川の戦いシナリオの山名、瀬戸編第3話ですね。年末年始特別企画ということで300本ね、やっていこうということでね、もう後半戦にね、差し掛かっております。ということでね、まだ年内じゃないか、もう後半戦かよっていうね、方いるかと思いますけど、まあ、年明けゆっくりしようぜっていうことですね。はい。壊してるんでね、うん。承知した、村上さん、うん。承知した、ちょっとこれ、あ、いいね。おい、あ、承知した。いいじゃない。はい、ということでね。ほぼほぼピンポン出しちゃったよね、うん。伊藤けど、うん、毛利県行こうか。うっす、よし、つやろ。小田と、小田家、助け出しましょう。助け出しするぞ。助け出し、毛利、うん、バカじゃねえの、これ。まあ、毛利強えぞ。いなくなったの、ここ発火しただけだと思う。一気に取られてるから、あ、毛利、ひよってんじゃねえって、攻め始めてるけど、うん。大友さん、ちょっと違うと思う。うん、ちょっと違う。それひよってない。うん。で、こっち武将も入ってきたね。問題ないね。じゃあ、これは、あれですね。浮田さんに行きましょう。はい、ということで、浮田さん行きます。相手にとって不足なし。力を貸すぞ。浮田、あれ、ピンポンダッシュしとんのとかと思うかもしれない。浮田さん、ピンポンダッシュね。しないですからね。普通に倒しますからね。どうしようか。こっちじゃなきゃ倒せそうだね。ここら辺で、14,000。一応全部持ってきてくれるんで、ここぐらいはちょっと残しとこうか。武将3人いるしね。これで持ってきてくれるでしょう。我に続け。六冠総兵を貸してほしいと。おんま。おんま。友達じゃねえだろ、お前。金をくれ、金をごつ。軍馬でもいいけど、金もらおう。礼を言おう。農兵精錬したぐらいじゃこれは止められないですよ。ご命令を。行くぞ。問題ないね。大丈夫だよな、当たる場所ね。もう一回確認しよう。行くぞ。鉄砲上げ、うん、問題ない問題ない。かしこまりました。一応貸したからマイナス10までには来てる。マイナス10までは来てる。うん。うん。問題ないね。じゃあ、こんな感じで。あ、毛利さんと進展しようか。進展、あ、できないか、できないか。戦争したばかだもんね。うん。じゃあこんな感じで兵糧買って取引を行いましょう。協議を進めた。じゃあ今のうちに撤去していらないのは連兵所とかいらない。この今のうち撤去しちゃおうか。で今日で、馬もあるね。馬も撤去しとこいらないんで。で、新設で漁村が作れる場所がない。貯水を作って。承知いたしました。かしこまった。これ撤去して、貯水作って、はっ。で、宿場町をちゃんと作っていたいのか、ここに。かしこまった。で、こんな感じだね。うん。で、綺麗に作れるでしょう。巡検所があるけど、これは、どうなんだろう。残しておいた方がいいのかな。
残しとこうか。うん。で、こんな感じでね、じゃあ進めていきます。でもこっからわさわさわさって、こことここでわさわさっていけば、こいつがここに行って、浮きた壊滅ですね。そういうシナリオでいきます。はい、最終試合でしょう。はい。志果たすまで、決して負けはせん。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。はい、我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。で、これで、進め！で、で、こっからちょうどいいお城があるんで。集結ここね。解除で。浮田もね、出てこなきゃね、ちゃんとね、まともに戦えたと思うんだけどね。進むのだ！どっち行こうか、これ。行こうか。10日？こっちは7日。進むのだ！解除。じゃあ行きます。こっちに行こうか。14日進みます。いいんじゃないのかな。じゃあこれでね、浮田さんをね、取り行きましょう。あー、ノープなんか衰退してんぞ。お前助け立ちするぞ。いや、するぞ。今日35日、結構14日。こっちはちょっと時間かかってるね。お、勝ち戦だ。勝ち時を上げよう。いかずないで火をね、火をつけようとかね。部分入場して一人ぐらい入れとこうか。で、解散しよう。火を。こことここ2箇所だね。防衛しないとね。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。そしたらどうしようか。ほっ。これは歩兵だね。歩兵2箇所歩兵して5000。はっ。5000。はっ。あ、ここあれし、5000、はい、もうそろそろ増やせるでしょ。4000。はっ。ここも増やせるでしょ。もう何年かね。かしこまった。ちゃんとやったんで、姫路も帰るね。はっ。じゃあこんな感じかな。歩兵は良さそうです。じゃあ兵糧買って、取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通りに、仰せの通りに。じゃあ開発でいらんな、これなんいらんな。新設でここにはいらないな。これはどうよ。4万いらないな。4400。あ、ここあれだ。ここで当てて、毛利と戦うに、ここ必要だね。かしこまった。うん。これ、準拳者立つといて、ここに引っ張って持ってこさせよう。で、承認帳を作って、で、継続発展で、
貯水はやって、あと発展でさ、漁村があるよね。承知いたしました。ああ、ここの人権所はいらないね。で、発展で、じゃあどこ、茶屋町発展させとこうか。茶屋町。かしこまりました。茶屋町。貯水もある。じゃあこんな感じかな。じゃあね、今月で多分落ちると思います。じゃあね、落としていこう。浮田家をね。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。部分入場で、光が入れとこうか。悪いが、負けられぬのでな。はい、ということで来たら、直江、入ってきました。直江もすぐ死んじゃうんだよね。この時代じゃすぐ死んじまうよね、これって。まあ、裏切られてもいいかな。どう死ぬし。報告いたします。これより表情を始める。じゃあ、対名と、対名と農業か。対名農業。安定してちゃんと持ってきてくれ。おお、浮田直江。ここ、小西さんね。小西さんもこれ、なかなかいいポイント持ってきてくれるんで。これにて表情を終えよう。いいですね。じゃあ、農業。農業進めよう。工軍、高速工軍。こんな感じかな？ご命令を。闇取引して。我に続け！で、評論家。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。ちょっと打って。かしこまりました。商業進めよう。は。で、継続勝ってんだね。かしこまりました。で、撤去。このぐらいがないらないの。で、あとは、歩兵か。5000。かしこまった。は。うん。こんな感じでいいでしょう。神前の方はどんなってる。ほう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 。はぁ、通称を結べないの、ノブ。お前さんさ、ひどないそれって。ひどいね。通称も結んでくんない。なのに白沸かせという。ひどいな。ひどいね。うん。あと攻める場所はなくなっちゃったね。そしたら、ノブと仲良く してるせいで。なくなっちゃった。困ったな。困ったぞ。ノープと仲良くするのやっぱやめようか。手切れだな、もうね。新鮮ノープ。どうせ、いや、やるだけやっときますけど、とりあえず、そご。そご行こう。そこしか行く場所はない。相手にとって不足なし。と。ほぼ何人いるんだ？13000。そしたらさ、15000ぐらいで持っておけばさ、出てきてくんない？5000何？このぐらいで。あ、出てくるじゃん。
守りはいいじゃん、勝てる勝てる勝てる。後に続け。うん、いけそうだね。どっかに分化してくれるとこないかな。分化してくれる？河野さん。河野さん貸してくれてもな。信長さ、うちらにはさ、援軍貸せって、城貸せって言ってきたのにさ。でも城帰ってきたね、帰ってきたね。うん。この志、命に変えても果たすのみ。神前の文字を断られた。まあしょうがない。ご命令を。兵将軍進めようか。承知いたしました。取引を行いましょう。失敗したね。商業、あ、商業進めてたん。じゃあやる必要なかったね。継続発展売る必要なかったね。あ、準権上これ多分立ってたやつだったら必要な場所だよ。うん、必要な場所だね。じゃあ進めていこうか。どこまで損を取れるかね。誰か下ったとのことって出たね。再開試合でしょう。戦に勝つが小野の府の役目よ。すまねえな。したらこっから行こうか。こっからこれ、ここは8500、ちょっと武将もったいないんで、近場からだけにしようか。あんま遠いところ持ってきてもね。初川解除、17、18解除でこんな感じかな。うん、で、8500。9000持っとこうか。で、兵糧いっぱい使いすぎるな。信長が貸してくるか。そう来るか。信長が貸してくる。じゃあ、ここにトレード置いとこうか。出陣する。まあこっちから攻めていけばいいかな、ゆっくりと。45日、交渉ついてる。ラインが見えたけどあれだね、交渉ついてんじゃ、交渉しよう。40日待ちたくない。じゃあこんな感じで待機する。商いを始めましょう。報告します。先月の収支になります。ご命令を。兵糧がなんか一気に減ってるね。兵糧やばいね。はい、さっき4万ぐらいあったような気がするんだけどな。承知いたしました。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。これは一応やっとこう。やる必要ないな、減っちゃうな、トータル的には。あと兵糧何日持つ、これ121、4ヶ月か。まあ型はつかないだろうね、4ヶ月じゃね。相手方のポジション整いました。65、これ強いのかな、こいつ。いらないな、別に。はい、ありがとう。この城、もらい受ける。A だね。白地が A。
東郷の C を行こうか。行くぞ。後に続け。こっちに来る。いいよいいよいいよ。来たら住むと行くから。手を打ちましょう。ほう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 。これはきついぞ。参る。進むぞ。また修行しましたぞ。こっちはいくつ？ 14,700。 14,700。 何日で集結？こっちは何日で着く？神戸さん11日。12日時だったらうちらの方が早そうだね。なんかさ、対面でなんかさ、忍び暗躍とかねえの？あー、ポイントは足んないか。あるけど、ポイントは足んない。うん。こっちは3000ポケット集まる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これでいこうか。じゃあ、これは、行こうと思ったけど、もうこれ集まるよね、多分。こっちは、あと6日かかる。行きます。ここで待とう。我に続け。よし、いいね、いいね、いいね。待機する。調査壁どうだ。調査壁についてあげたいけど、調査壁にくら替えしようか。助け立ちするぞ。はい、上杉家分裂ですね。はい。まあね、謙信。うん、分裂したってことですね。有明の月の心に謙信が死んじゃったってことでね。神方の時代になりましたね。はい。なんか徳川家も浜松城が作ったってやつかな。どうだろう。ああ、これあれだ。あれが死んじゃったってやつだ。うん。殺したってやつだね、多分。報告します。先月の終始になります。これより表情を始める。このような策はいかがでしょう。農業タイムでいいかな。40。やっぱ小西さんいいね。これにて表情を終えよう。工作提案。あ、これもちょっと取って進むと、あーでも軍需ポイントなんか使いたいよね。軍需とか使いたいよね。あ、でも論議がないか。下地を承知いたしました。闇取引しよう。ちょっとそろそろあれだね、ポイント、うん、貯めるためにちょっと豊作我慢したりとかしなきゃダメだね。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。取り計らいます。じゃあ歩兵しよう。承知いたしました。で、撤去だね。ああ、必要なもんぐらいしかないね。お前違うだろう。漁村重要だよ。これは撤去。商業は別にいいんだよね。別に漁村が重要だよね。はっ。で、貯水もできる。かしこまりました。はっ。で、これいらない。で、ここに、あれだね。茶屋町建てて、宿屋町建てよう。で、発展で、施設選択で、漁村を。はい、ということで、第3話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。
神前とかどうなってる？まあ、貯蔵額60か。ノブだ、93か。これは戦になりそうだね。うん。まあ、そんなところでね、進めていきたいなと思います。ということで、第3はこの辺ですね。終了になります。ご視聴いただきありがとうございました。